本当はね、こっちに行ってほしかったんですけどね、私の願望としては。でも願望通りに行かないような感じでございます。これは売りで入る準備をせよということかなと感じております。それでは本日は以上です。はい、画面が切り替わりまして17時20分になります。今日の答え合わせということですよね。ちょっと動かしましたけども、いかがでした？こういう風に斜めに行ってですね、でこちらの入射角と同じぐらいの伸びが来るんではないかと思ったら来なかったんで、売りの準備をすると言いましたけども、まあ売りになりましたよね。で取れたのはこういう形だよということでございます。まあ10ピップスほどですけども、10ピップスね、満たないほどですけども、まあこういうのをね、積み重ねていくことだなと思いますね、1時間では。だから要するに、こうなるはずなのにならないから逆に行くっていう今回はパターンでしたね。このフラッグで入ってきた方向に抜けるはずなのにそうじゃないときは、まあ大体こうなるのかなという答え合わせでしたね。今回は運に恵まれたと言いますか、良かった良かったということでございますね。冷静になりました。ではまた明日の相場解説をお楽しみに。今日は以上で店じまいします。